はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、ハルです。アンチャーテッドです、よろしくお願いします。このタイトルというか選択画面でずっと放置していて、ちょっとコメントをね返させていただいていたんですけど、BGM がね結構いつものかっこいい BGM じゃなくて、ずっとなんかいろいろ変わるんですよね。なんかその世界観っていうか、ステージなのか、まあそのこのゲームに沿った BGM なのか流れてて、いいなって、ちょっとした BGM 集というか、あ、また変わるかな、あ、そう、こんな感じで、これあれかな、戦闘中とかの BGM なのかな。あんまりね、俺もう戦いに真剣になりすぎててさ、そこまでね、耳が回らないんで、気が回らないんで話すけど、はい、じゃあよろしくお願いします。コメントもありがとうございます。ですね、あ、おー、自動ドア、もうやめろよ自動ドア。さあ、ここどこだよ。あ、はい、すいません、ちょっと外がうるさかったんで一回撮り直してます。まあちょっと酔っ払い状態が続いているプラス、普通にね、こう自然もちゃんとあるんですね。独り占めしていたってことなんですかね。こんなに潤沢にね水が流れてんだったら、もっとちゃんとこうかかってないけどねえ、もうちょっと供給してあげればよかったんじゃないのかなと思うんですけど、もし本当にこういうところがあったらマジで許せねえなと思いますね。はい、で、コメントをいただいてたやつなんですけど、やっぱね、見れないコメントがね、やっぱあるんですよ。俺は見れるんだけど、動画の中に、サリー、え、サリー、 おい、サリー、まさか、死んだはずだ、サリー、あ、まさか、もしかすると、最近さ、こうコメントの内容とか動画の内容とかも結構厳しく審査受けてるみたいなんで、まあ、暴力的な表現とかっていけないらしい、やめろ、ちょっと見にくいよこれね、暴力的な表現とかさいけないらしいんですけど、暴力的な言葉とか文字、単語、これがあるともしかしたら表示されないのかもしれないんですよ。前回、まあ今の時点で2つぐらいコメントいただいているんですけれども、その中の1つに、まあ、暴力的な言葉、単語ね、漢字一文字が入っていたんですけれども、たまたまね、まあその説明上、便宜上ね、必要なものなんでしょうがないですけど、え、もう一回、お水、プール、贅沢品名、それのせいなのかなってちょっと思うようになりました。お、誰か歩いてるよ、未来の俺が歩いてるじゃん。そっち行けってこと？ん？ちょっと待って下のネイトが、その下のネイトがさ、あ、こっちかみたいな感じになってるなので、まあ今後また俺もね、そのコメントの内容とか気をつけながら、なんでコメントがね表示されないか、表示されないだけで返せるっていう時もあったんで、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、改めてありがとうございます。なんだあれは、え、なになになに、どれ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 、え、ピキシーンってなって、あ、なんか光ってる、おーれー、なんだこれ、ね、うん、うん、株価、キノコか、あれ、はにしてもね、人外が、これ、これは、あ、戻ってきた、現実世界という名の現実に戻ってきた、ところがどっこい、あ、よかった、もう酔っ払い空間はきつかったんですよ。早い段階で人外出てきちゃいました。いや、結構後だよね、結構その、なんだっけ、エルドラド、まあ一番最初からね、松屋におじさんにかけて、どん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 ね、人外が出てくるのがね、後の方にタイトルで遅くなってると思うんですけど、
え、まだこれ続くの？っていうか、ちなみに、ここがすげえ難しいというか、もう本当笑えねえぐらいの、ね、エリアですっていうコメントいただいていたんですけど、いや、本当ね、笑えねえんだよね、マジで。冗談じゃねえんだよな。グデアの像。像。グーデグデ。はい、芝。芝は、あれ？なんだっけ？今コメントもらったのに、なんか、町の名前だっけ？あれじゃん、ちょっと。カチカチカチ。あ、都市。旧約聖書の中の都市。都市国家。あ、まあ国。だから、そういうところがあったんだね。芝。芝っていう国があったんだね。それが芝子。うん。ありがとうございます。いやー、よく勉強になります。俺絶対調べないんでね。調べようかなって言ったら調べるとは言ってないなんで、調べりゃいいんですけどね、普通に。ところがどっこい、でも、ちゃんとお水は流れてるし、ちゃんと飲めそうですよね。まあ、水が流れてるってことは、流れる水は飲めるはずなんで、通常。あ、まあ、川はちょっと危ないか。ね、埼玉県のね、東京に近い埼玉県の川はね、飲んだら多分死ぬと、お腹壊れると思うんで、おすすめしませんけど、色がちょっと違うんでね。秩父の方行けば多分大丈夫だと思うんですけど。ああ、奴らがいたか。お遊びの時間だ。ネイト、本当に余裕だね。起きて夢を見るもの。ところがどっこい、夢じゃありません。ウルの黄金のカップ。中級トレジャーハンター。これでも中級なのか。ね、ダールが言っていた、その破壊神シバ。破壊神シバは全然別のね、国のお話だったかな。国のお話って宗教が違うから。はあ、だってさ、あのさ、開幕、その、戦闘が出てきて、ため息出ちゃうからね、ほんと申し訳ねえんだけど。でも人間ですね、今のところ戦ってんの。あ、届かなかった。だって楽しくないんだもん、だって。これだってさ、実況だからさ、俺ね、一人でさ、どこ、あ、上にいるのか。ね、笑かしてもらってますけど。これだって人間でね、その、なんか、あれだったら、普通に一人でやってたら多分ね、全然、やめてる可能性まであるよね。さすがにそこまでね、いかないかもしれないけど。だってこれで42発でしょ？くそ。はい、大丈夫。うわ。投げ返しとの決別。もうやだ。マジかよ、このゲーム。冗談だろ。ちょっと待ってくれ。出待ちはやろう。リロードが遅い。ちょっと高速リロード。お願いします。これで間に合った。やべやべやべ。ほら、行くぞ。これ、ある程度今な、走れたんで、ごめん。やべやべやな。大丈夫。そんな。行くぞ。うるせえ。ピーピー騒いでんじゃねえ。あ、ちょっともう当たってないでやんすよ。ふざけたゲームだね、これ、ほんとに。さあ、行こう。崖つかまり。で、これ、崖自身が遮蔽物になることだ。っていうのも、まあ、有効らしいので、全然、試していこうと思っています。ありがとうございます。
ハンマー3発か。これ役に立つ。あのね、どっちも役に立つんだよ。持て。もうしょえ、マジでしょえ、マジで二度言っちゃったわ。もうね、まあ俺もね、対応します勘弁してくれよ。こいつ、あーもう紛れもなく、どこよ、どこどこどこ、お願い出てきて、顔見せて、顔、グレネード、ん、俺のグレネードではなかったか。やーつー、ダメか、当ててなかった。よし、7発か。ん、なんか今シールドセルを使った音が聞こえたんだけど、ん、俺の足音か。サリーなー、ちょっと吐きちゃったよ。ほら、え、くそ、大丈夫、大丈夫じゃねえんだけど、大丈夫、変えて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 、そう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 、来ちゃった、はいはい、ついて、ここもう一回、よし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 、さすがに無事ではやれまい。でここからはもうパラの出番。くそ、ほい、投げて、あぶねえな、もう頭投げないか、あ、すっげえ、ええなかなか昼間にね、投げてこれるのは優秀な証拠です。頭、あー、まだ生きとったんか、俺、あ、やったか、あ、やってない、あぶねえ、昼間ね、あのさ、すげえよ、やっぱ銃持ちながらでも昼間ねってね、優秀な証拠だよね。あ、もうやだ、だってなんか匂いがするんだよ、獣の。ほら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 、え、なんでやったぜ。なんだろうなね、このなんかクリアリングにない、何の意味もないんですよね、まあ、あんま荒いんで、それこそクリアリングのあり方にね、文句言われてしまうかもしれないですけど、あれ、これ何、俺がなんかやるんじゃないの、あ、何もしなくていいですか、やった、あ、でも俺謎解きさせてもらいたいな、謎解けないけど、ちょっと TPS きつすぎるんだよね、きつすぎるっていうか強すぎてな、あ、レイト、お前か、え、やっぱりお前か、大丈夫か、おかげで散々な目に、何してんだ、本物の証拠は、あ、本物だって分かったか、二度と俺に銃口を向けるな。でも奴らに撃たれただろ、日食のすぐ後に。何？何の話だ。お前がおかしくなったんだ。噴水の水を飲んだ途端に。あの水だ。あのせいで都市が滅びたんだ。神の怒りのせいじゃない。この都市の水は幻覚剤みたいな何かを含んでる。それでみんな怒れちまったんだ。それをマーローとタルボットは追ってるのか。ああ、まあだな、カッターが言ってた、彼らは恐怖で敵を操った、あれがあれば操れる、
確実に。でも待て、やっぱりおかしいぞ。ここからどうやって水を運び出すっていうんだ。違う、奴らが欲しいのは水の中にあるものだ。なんだって？いいか聞け。つまりこういうことなんだ。サリームによると、都市の呪いはソロモン王が真鍮の容器に永遠に閉じ込めた魔物たちによるものだ。容器は都市の奥深くに捨てられた。魔法のランプの魔人か。確かにおとき話みたいだよな。つまりお前はそのために女王とディーはドレイク卿をここへ送ったと思ってるわけか。ああ、追ってたのは財宝じゃない、力だ。でもそれが何かを知ってしまったドレイク卿は任務を放棄した。女王にも嘘をついて何もなかったと言った。そして旅の痕跡を全て消して歴史を書き換えた。ふん、じゃあドレイク卿には逆らえないな。さあ、そろそろ全てを終わらせよう。これでジ・エンドだ。マジかよ、完全にやられたわ。よかった、サリーが生きてて。もうね、まだね作品残ってんのにさ、サリー死んじゃってどうすんのって。え、あ、ごめんね。うん、もうここからはね、闇落ちネイトの。ここ見ろ、洞窟の上に町がある。安全じゃなさそうだ。危険な香り。道を見つけなければ。あ、なんかちょっと安心しちゃったよ、このなんか無秩序な会話。行こうか。危険なことになりそうだ、覚悟はいいか。やってみよう。お水のせいだったんだね。ちょっと話に夢中っていうか、話真剣に聞きたくてなかなかね、分かんなかったけど、お水が欲しかったわけじゃなくて、水の中にあるもの、その力っていうのは一体何のことなんですかね。結局ネイトが見てたのは多分全部幻覚で、ね、それのせいでみんながおかしくなったと。まあおとぎ話ね、こういうお話は結局ね、神話とか、ね、背びれ尾ひれはつくものなんで。信じられない、これで地表まで水を送ってるんだ。驚いた、この天井を見ろ。今まで崩れなかったのが不思議だ。ああ、信じられん。サリウムに言わせればこれも神のね、力なんだろうな。でもこんなところでドンパチやっちまえば相当大変なことになると思うけど、結局ただじゃあ神秘的なね、その神的な力があるのかどうかですよね。実際に結局こんなお水の力がなくてもさ、カッターなんか普通に操られてましたからね。まあ、ただこの水だけでも相当ひどいものになりそうですけど、水の中にあるものってのはその結局幻覚剤みたいなもののことを言っているのか、それとも何かまた別のものを言っているのか。黄金のヒッタイト女神術を、人間を愛して いそうなあの姿形をしていますね。私の方がずっと人間を愛していると、ね、理解していると理解なんかできるわけねえんだよな、一人一人。こっちへ行こう。開けるの手伝ってくれ。いいな、この二人でね行く。スイッチ、あ、素晴らしいじゃないか、この力。お、かかめ。え、紛れもなくやつじゃないか。どこにいる、下にいるのかな。サリー、かかめっつってんだけどまあいっか、無敵だからなサリーも多分。一人やられた。一人もやってないんだから。ちょっときついね。上にいるのか。あ、ちょっと完全にやった。こんなところさ、もう袋から決まったなしのエリアなんだよな。
ここで崖エルードが役に立つのだろうな、 もしくはそのコブラが役に立つ、サイコガン持ってきて腕改造してもらおうぜ。どこだ、どこにいるんだ。一人自爆くんがいたな。自爆くんっていう漫画知ってますか。もう俺はアニメを昔ね見ただけなんですけど、結構アニメとね漫画でこうお話の流れによって結構最終回とかさ要素が変わってきたりしてお話全然違っちゃうみたいなことが結構あれ、サリーどうやって降りたの、それ自力で降りたのか。警戒しろサリーしっかり目を開けるんだサリー、うん、目を開けるんだ。多分っていうか どうなのかな。多分本屋、ちょっと待ってよ、敵めっちゃタフだな。翻訳したタイミングが多分違うんだろうな、声優さんって。だから配られてるセリフ自体が違うからこんなことに多分なってると思うんだけど、字幕は先につけて後から声入れているんだろうな。でさらにゲーム画面多分見てないじゃないとおかしいからね。で後から声優さんの声変えるわけにもいかないから、でもだったら字幕変えりゃいいだけなんですけど、文字テキストそういうテキスト変えるのはそんなに面倒、まあ面倒だと思ったら何でも面倒ですよ。よっしゃ、頭でも浴びろみたいな。この距離でさえだってショットガン怪しいからな、一撃じゃなければ男の人呼んで。よし、もう大丈夫だ、こっちだ。やめろ、適当なこと言うな。大丈夫だっつって大丈夫だった試しがあんまりないだろ。 BGM 鳴りやまねえもん、だって鳴りやむんじゃねえぞって言ってるもん。警戒を怠るんじゃねえぞって。怖い。サリーまだ嫌がったですよね。あー、グレネードはない。嘘だろ、こっちのセリフだよ本当に。ここはダメだ、一回離れよう。ネード立ってくれ。あー、ひるませられなかった。ハンドガンのいいところはリロードもねとっても早いので、すぐね対応が次取れるっていうのがいいところなんですよね。逃げろ。サリー、俺の盾になってくれ。よし、オッケー。あとはもうゆっくり、超ゆっくり。頭、あいつもやべ。大丈夫、2発目は来なければ。ここからしゃがめレイト、大丈夫。ここ当たらないか、ちょっと待って、もうちょっと。よくさ、これ当たらね、くっそ。よし、これは不正になるのかわかんないですけど、よく FPS とか TPS やられてる方というか、まあ、やる人がガチ勢なんかは、ね、このコントローラーにさ、なんか付属っていうか、なんかつけるじゃないですか。もっと細かく調整できる。コンパスっていうのかな。なんかつけるじゃないですか。あれどうなんですかね、さらに微調整できるようになるのかな。割と、あーこれなー、俺もやりたいんだけどさ、ショットガンじゃもうできねえし、ショットガンでやるもんでもないし。よし、俺自身が盾になること
じゃないとな、頭狙うんだったら相当無理な遊び方はしてますよね。 MQ はだって何発持ってるの？61発でしょ？60、例えばちょっとどっか隠れて61発で だからあれだよね、いつでもこれをやれって言ってるわけじゃなくて、ね、場合によっては必要だよっていう、あ、やった方、やることも有効。はい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 、ごめんなさい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 、待って間に合うか。ね、敵には必要だよってことなんですよね。敵が一人しかいないんだったら、いいぞ。持ち替えもな、有効だよな、こういう時。素直に頭狙った方がいい気もするけど、まあそれは結果論でしかないか。で、弾がないんだったらこっち、まあもう同じか。もうやったか、あらかた。しゃがんでほしい、マジで。体力に申し分ないからさ、あ、ハンマーとボルトスナイパー、あー、ごめんなさいごめんなさい、隠れて、ネイド隠れて、あ、もうダメダメダメ、もうこいつ隠れるつもりがねえよ。ハンマーを拾え。当たんなかった。適当にもうばらまけ。よし、どうせ捨てる身だ。次、さあ行こう。あれ、ここじゃないのか。あ、この先に行くのか。厳しい。ってことは、あ、このライン強化走行兵来るでしょう。一人や二人襲いかかってくると思うんだけど、来ないのかって言うと来る。来ないのか。じゃあショットを持ち替えて、話を聞かせてもらった、来るから。グレネードが来ました。そして地獄くん、それとは全然関係ない、地獄くんとは関係ないんですけど、危ない。あの、俺がそれこそ昔よく分かんなかったアニメがスペースダンディっていう、意味不明なアニメがあったんですけど、知ってる人いるのかな。あれ、何これ。水の中に入ろうってんだな。おい、こいつはセクシーだ、使わせてもらおう。モザンビーク。何今の。俺は使えないのそれ。ニードルガンみたいな感じかな、海の中で使う、あ、水の中で使うさ。あ、またスイッチじゃん。サリー手伝ってくれ、ここを通ろう。この2人で動かすっていうスイッチもなんか任天堂感ありますね。このゲームは PS4 ですけど、なっげーな。何分やってんの。29分。あ、いい感じじゃないですか。よかった、サリー、もう片時も離れるんじゃねえぞ。